コーナー、町の賢者。はい、あなた、ブルーシーター、ワンカッパー、ダンボーラーが町の賢者となって世直し。いろいろな人にアドバイスを送ってもらっています。はい。ラジオネーム、リンコーン。やりまんの遠野なぎこさんが、22日放送、東京 MX、バラ色ダンディにて、経験人数についての質問で、飲みに行ったりしたらそうなるでしょう、普通。そういうことがなきゃ、何の目的で飲みに行くの？など、酒を飲んだらオールオーケーであることを明かしていました。おい、遠野！いや、遠野さん、その、低層観念の低さ、感服します。私、遠野さんの、飲みに誘える、遠野さんを飲みに誘える金もない極貧ニートですが、やれるならワンカップ大関おごって、つまみに玉川で釣ったボラの刺身用意してやるから、今度飲みに行こうぜ。遠野さんに対する言葉遣いがもう安定してない、緊張してるじゃないかと。勇気を出して誘ってるから。振り絞ってますね。振り絞りすぎない。もう緊張してるじゃないか、本当に。遠野さんなんか俺より年下だと思えないよね。あ、年下なんだ。風格ありますね。すごいよね。ラジオネーム三平。アテネオリンピックにも出場した陸上選手、伊藤智弘氏。ジ・アンサーというスポーツサイトで、お父さんが運動会で転ぶ理由を解説。足が地面についた時に体を支えられるかどうか、これが重要です。短距離のダッシュは一歩に通常の5、6倍の負荷がかかるため、筋肉が衰えている状態で走ると、つま先が地面に当たって転んでしまう。二つ目は、速く走ろうという意識。上半身が前に出て、下半身が後ろで回るため、体の軸は自然と前傾になり、足がもつれて倒れてしまうんです。あー、長い長い長いにわかがごちゃごちゃ言うんじゃないよ、本当に。親父は足腰が弱ってるからすぐ転ぶ。転んだ親父は大体骨折してるからヘラヘラしないですぐ病院行く。還暦超えてる親父は運動会出入り禁止以上ね、まあ、そういうことですね。でもただ にわかじゃないから、伊藤さんは、伊藤さん専門家ですからね。ラジオネーム起きてるし、いつも見てに古新聞漁ってたりするどういうことなんだよ、何してんだお前。いつも見てに古新聞漁ってたらこんなニュース載ってたぞ。リリコ22年ぶりヌードに自信、今の方が若い。あのな、年齢の問題じゃなくて、メスゴリラの裸で人のオスが興奮しますかってこと。それにしてもすげえ筋肉だな。テラフォーマーズかお前。イケメン俳優の足とかチンコとか食いちぎってそうだな、思って。ん ?22 年経っても今の方が若い。若いイケメンの肉は不老不死の薬。芸能界で忽然と消えた。まさか。おい水島ヒロ野久保直樹生きてるなら返事しろ。まだ来ねえよ。言ってんの、ね、ラジオネーム菅右衛門。雰囲気が地方のバカと同じ俳優こと菅田将暉がこんな、罪を菅田将暉がこんな罪を告白していました。学校でピンセットをコンセントに挿して停電させたことを告白。ピンセットがこの世から消えて学校中が停電して、なぜか知らないけど、涙が止まらなかったです。申し訳なかった。うん、あんたは偉い。過去の罪を告白するなんて偉いぞ。ということで俺も罪を告白してみようかな。公園で配ってるおにぎりを一人二つなのに2回並んで4つもらいました。すいませんでした。須田君、これから罪を犯した同士仲良くしましょう。ラジオネームシロタン。ネットの記事で、石原さとみとキスができるならいくらまで出せるかという質問を貯金がほぼない人229名に聞いた結果が載っていました。結果はおよそ半分の男性がお金は出せない、したくないと回答。1億円以上出すと答えは、答えた男性はたった 1.7% しかいませんでした。おい、貯金がない石原さとみ好きこと俺たちゲスナーの存在を無視してなんてアンケートやってんだこのクソネット記者。さてはお前1億円以上出すが8割、
いや、9割超えるのを恐れて俺たちに聞かなかった。石原さとみちゃんのアンチだな。え、橋の下で段ボールの家に住んでるお前らがどうやって1億円払うかって。そんなもんな、町中の小銭集めりゃ余裕だバカ。分かったらさっさと石原さとみちゃんのパンツタダでよこせ。ね、いや、このアンケートにお金は出せない、はい、したくないって答える人ってさ、はい、マジで余裕なさすぎる。こんなアンケートどうでもいいんだからさ、いくら出してもしたいですって言えばいいじゃん。なんだろうね、かっこつけてよ。架空の話なのに。なあ、お金は出せない。したくない。したくない。今かっこつけて。100億でもしたいって言えよ。しょうもね。かっこばっかつけるからな。こういう奴らが、はい、風俗行ってもなんかちょっとかっこつけるね。あ、もう脱ぐのみたいな。もうシャワーなんだ。ちょっと知ってます、ずらで。あ、もうシャワーなの。あ、なんか連れてこられたから。うるせえね、バカ。尻尾ビンビンじゃねえかよ。かっこつけてますね。どうしたいですか。いや、なんか、いや、どうしたらいいの。チンコビンビンじゃねえかよ。ジョーは思ってますよね、頭の中で。本当だよ。どうしようかな。どれかな。ラジオネーム、もうかな。我が名は下か。最近はタチの悪いパフェアが横行してる。シリアルでかさ増しばっかで、俺はシリアル多めのパフェはパフェとして認めてねえから。理想のパフェはアイス、シリアル、フルーツ、生クリーム、アイス、フルーツ、アイスの層がベスト。悪い店はすぐアイス、シリアル、生クリーム、シリアル、生クリーム、シリアル、アイス、フルーツって3回ぐらいシリアル挟んでくるな。みんなも店側のシリアルハラスメントに屈することなく良いパフェライフを送ってくれよ。パフェ食わねえからな。どうしようかな。ラジオネーム、ビワランチョにあり。桐生義秀選手が、上海で行われる陸上の大会の出発前の記者会見で、陸上界を揺るがす問題発言をぶちまけてたわ。食事や環境面の不安は何もないです。一定なんとかなります。パンツあれば大丈夫です。バカ野郎。偉そうにパンツ履いてんじゃねえ。100年早いわ。国民もな、早く9秒台で走る日本人に出てきてほしいっつってんのに、パンツ履かなきゃその分身軽になって足も速くなるだろう。お前必死さが足りないんだよ。パンツ脱いでパイパンになってな、0.01g でも軽くして走ればバカ野郎。ん？海外、パンツ、カツシン？あ、お前、さては、パンツの中に何か隠すつもりだな。そうな、考え直せ、キル。薬は絶対ダメ。ドーピングはバレなきゃ大丈夫だけど、薬は犯罪だぞ。おい、リクレーン。今すぐキリュウからパンツを取り上げろ。走って逃げたら原付きで追いかけろ。絶対にキリュウに、絶対キリュウにパンツ履かすな。何言ってんだよ。バカなんじゃないの。まあ、バカなんだけどさ。バカなんだけど。ラジオネーム。どうしようかな。バカなメールしかねえからな。一旦ブレイク。